はい、どうもありがとうございます。それではパインお願いいたします。ありがとうございます。資料1についてですが、これは地域を重視して、マップ提示後にはその地域を重視して対話、公聴等々をしっかりとやっていくんだという基本的な方向性は良いことだというふうに肯定的に理解をしています。で、とはいえ、このマップの提示がそれで場所を決め打ちするものではないとかいう3ページに書いてあるまとめというのはその通りというふうに思って異論はないのですが、一方、そのマップはある程度絞り込みをしていくということも、これもまた事実なわけですから、その辺がマップ提示は議論の出発点というようなことも書かれていますけれども、議論の出発点だけれども、一定程度の絞り込みというものをするんだということは、やっぱ押さえておいてお、おい、おくべきだというふうに考えています。それからちょっとやや細かい言葉のことなんですけれども、例えば1ページのこの科学的技術的観点からの検討は地層処分技術ワーキングで検討中ってなっているんですが、その地層処分技術ワーキングで検討しているのは地球科学的技術的観点であって、社会科学的なところは検討対象外になっているわけですので、一般論としての科学的というような言葉でやっていくと少し曖昧になってしまうところがあるので、そこら辺の使い方はよく丁寧にお願いしたいと思います。もう一つ、国中ポツニューモという表現があるんですけど、国とニュームは一体ではないわけですし、原子力委員会でのその国の方の、経産省の方の説明というのは監督官庁としての役割を十分に果たしていくと、こういうものだったわけですので、あまり一体感を持たれないように書いてほしいというふうに思います。以上です。それから2つ目のニューモの方の資料なんですが、これはこれからその活動計画を立てられるということのようですが、これ読んでいて、大体その資料のタイトルは活動方針というふうになっていて、資料を読んでいても方針なんですよね。こういうことに注意してやってきますよということなんです。しかし、資料1の経産省の資料にも、ニューモの資料にもある活動計画を出すということなので、計画というのはもっと具体性のあるものを普通はイメージします。そこでその活動計画というものはどういうふうなイメージを持って理解したらいいのか、この資料を読んでいてもちょっとわからない。活動計画が出された時には、例えばその重点的な地域活動を今年度は何箇所でやるとかですね、例えばそういうふうな具体性のあるものとして計画が出てくるのかどうかとかですね、少しもう少し方針を超えて計画に至る、計画のイメージがつくようなことを補足的に説明していただけませんかというのが2つ、資料2についての意見です。それから資料3についてなんですけれども、この中にはですね、この放射性廃棄物ワーキングで科学的有望地のを見直すべきという意見があったという書き方になっている4ページの下の方ですね。そうなっているんですけれども、私の理解ではこのワーキングでは見直すべきという指摘のような結論に至ったことはないというふうに思います。そもそもその第28回の時にこのワーキングループは技術ワーキンググループの報告書を基本的には了承しているわけです。で、その後で、その技術ワーキングの栃山座長の方から見直したいという意見があって、でそれはそのように進んでいってるという理解でありますけれども、ここで
表現は見直すべきというふうなことを決めたことはないと思いますので、これ最終的報告書をまとめられるときには非常に注意していただきたいと思います。でもう一点は同じように注意していただきたい点なんですけれども、パブコメでこういう意見が出てきたので、まあ、見直すんだよというふうな流れになっているわけですが、そのパブリックコメントに対する回答対応ということでは、もうすでにそれも技術ワーキングでは決定しているわけ、了承されているわけです。まあ、このワーキングでも了承しています。でその中にはパブリックコメントで出た意見について見直しますというふうな対応というのは一切なくて、まあ、要するに政府の方の姿勢はこうですという説明に終始しているわけです。したがって、まあ、別に私はその見直すことに文句を言ってるんじゃないんです。見直しに至った経緯というものを分かりやすくというか、きちっと説明を書いてくださいということです。でないと、なんか一旦了承してるのにまた見直しに至ったその経緯は何だったのかって、余計疑問が深まるようなことは避けたいというふうに思っているわけです。3つ目は、まあ、これはちょっと個人的な意見ですが、その言葉を言い換えてもですね、内容が変わらないわけですから、マップの時の条件要件というものは変わるわけがないわけです。そして、まあ、これまでの流れとしてはそういう言葉を使っているんですよという理解を深めるようにいろいろ対応してきたと思うんですけれども、なんかこう見直すのはいいんですが、見直した結果余計分かりやすい、分かりにくいような、柔らかく表現した結果余計分かりにくいような形になるのはまずいんじゃないかなという個人的な意見を持っています。以上です。どうもありがとうございました。それでは今まで6人手を挙げていらっしゃいますので、その方6人ご発言いただいてから多少まとめていきたいと思います。それでは荒野委員お願いいたします。はい、ありがとうございます。もうすでに発言された委員さんと随分重なる部分があるかとは思うんですが、私なりにご説明を意見を述べさせていただきたいと思います。この手を挙げるきっかけになるのがやはり栃山委員の最後のまとめのところからなんですが、このいろんな技術的なことはいろいろ検討はしてきたけれど、やはり重要なのは、この考え方を示して認識が広まることが重要であるというふうなことを念頭に置かれて、この文言の修正とかっていうのをそれをこう実現させるためにされているんだなというその理解をしました。とてもこう、素晴らしい姿勢だと思っています。でそれに関連しまして、ニューモさん、NHK長さんの資料の中の6のいつも使われている図面なんですが、これをちょっと開けていただいて6ページ目ですね、第一資料の資料1の6ページ目の図式ですけど、これはニューモさんが示された図というふうにはなっています。でこれ何回か提示はされていますけど、マップ提示というのがなんかこうすごく最大の山のような、ここ1年ぐらいこうずっとこうイメージ的にはあるんですが、私のこのちょっと離れたところに住んでるものとすると、マップ提示というのはこう経過の中の重要なポイントであって、なんだこう終着点でも何でもないところだろうというふうに認識してきています。で国民の方にもぜひそういうふうに理解いただきたいと思うんですが、マップが提示されたから何かいいことがある、悪いことがあるということではなく、これがやや集約をされて、大きなその理解のもとスタートを切りたいという意思表示のように、私は解釈しているんですが、でそれについては前後の経過が非常に重要だというふうにこの辰巳委員がおっしゃってるんだろうと思うんですよね。突然その山このピークのところを説明を国民がここから説明をいただいたところでやはりわからないというところなので、
このマップ提示がどうしてされているのか、どういう意味合いなのか、このあとどうしていきたいのかということが、この提示をチャンスとして、機会として、そういうような前後の説明が国民やこれまで関わらなかった方たちに十分に示されないと、このピークをこう迎えるそのチャンスを逸してしまう、あの一つのチャンスを逸してしまうのではないかと思いますので、とても重要な時点だというふうな認識は持っています。で、あのこれまで、私どもはなんか側面のようで、栃山座長の技術ワーキングが精力的にこうまとめたり、活動していただいてきたわけですけれど、あのどうしてもその福島の事故以後、技術的な側面はこれまで日本はあの説明の中心を技術に置いてきたわけですけれど、社会的なものが非常にそのより重要なんだ、あの、まあ、あの冷静になってみれば両輪であって、両方なければ物事が進まないという認識が国民の中にもかなり広がってきているんだと思うんです。そうするとこのマップ提示をした後、具体的な地域が出てくるまでのこの社会的な側面をどういうふうに認識したり捉えていくべきかというのが、国民との共有の情報になっていかねばならないんだと思うんですが、そしてあの今回あの、資料の後半のところで具体的な事例が何件か提示されています。でこれ今までも何回か読ませていただいたり、私も参加して、たこともあったりしてみますけど、今回の提示というのは非常にまた随分あのこう地域のこの会合を持たれている方たちの進め方があのこう進んでいる、進化しているなというふうに感じ取れました。ただ勉強したり見に行ったりするだけではなく、きちんとした目的意識を持って議論をし、しかもその議論の仕方もかなり研究されていて、でそれを何か目的意識を持ちながら何かに生かそうというこの姿勢がこう垣間見れるような小さなグループの活動というのがいくつもこう点在しているということの実例が、ここで示されたことが非常にあの明るいこう先を示されたなというふうに思っていますし、これまであのここのエネルギー問題をあのいろいろあの勉強研究されている地域の方々も多いんですが、今この国民的議論ということはやっぱり生活者であるところの広いあのこう視点を持たれている活動の方により一層この踏み込んでいくことが重要であると思っていましたので、そういうこともこの読み取れて、あの非常にこの取り組みはあの素晴らしいし、あのニューモさんもあの前段の報告より随分充実されたこのまとめ方やあの手法をずっとこう取られてるなというふうにあの期待の目であのこう拝見をしてきました。でこの中から多分あのいろんなあの国民への合意形成のあの仕方のヒントが隠されていたりしていますので、あのもっと深掘りをしてこういう方たちとの関わりとその連携ですかの研究がよりされることが、このマップ提示後に重要なことかと思います。で私どものこのワーキンググループは技術とはちょっと切り離して、同じところにありながらあの両輪のようにして栃山先生の委員会とこの委員会が置かれてたように思うんですが、マップ提示後がやっとこの委員会の本来の本質的なあの意味合いの仕事をさせていただけるんだろうと思うんですが、それでこの提示の、図式の中にはあの大まとめなあのこう前進する姿はあるんですが、やっぱり時間軸が全く今のところ入っていませんので、あの期待的時間軸っていうのが今提示されるかどうかは別なんですけど、これ永遠にこの空白ではないんだろうと思うので、そこができるだけあのもっと国民に分かるような提示ができるようなその進め方をしていくんだということが非常に重要なんであろうと思います。でこの図面の中で全国的な取り組みのところが、まあ、これがニューモさんが書かれた図面なのでしょうがないんですけれど、この全国的取り組みのところには常にあの国の姿勢として国単独 の, あの国民への理解活動が欠かせないものがありますし、常に初心者に対するあの基本的な姿勢をきちんと表明していただき続けることが重要なんだと思います。でこの図面の本当は一番の大枠、まだ書かれていないこの前後
左右のところに、全体として国の方向性、未来を語る、そしてエネルギー政策の中で何を望むのか期待するのかということが本来ここに書かれてあって、パーツとしてこの委員会の活動やニューモさんの活動や高レベル廃棄物、放射性廃棄物のこう図面のようなことが落とし込まれて、ご説明をいただくと国民にとってはより理解されやすいですし、期待しやすいですし、課題が読み込みやすくなっていくのではないかと思うんですね。常になんか深掘りをしていくとこう部分的なことがどんどん深く書かれてはいくんですが、常に私とすると素人の方たちや新しい方たちの、関心や参画をこう意義づけなければならないので、そのためにはやはりいつも全体像の中の位置づけをこう離れないようにこう提示していくことも重要かと思いますので、こういう図面を起こすときにもう一つ工夫をしていただくとありがたいなと思っています。以上です。どうもありがとうございました。それでは受楽員お願いいたします。はい、ありがとうございます。ちょっとしばらく開かれていなくて、しかも前回休んでしまいましたので、ちょっとたくさんあってなるべく整理して申し上げたいと思うんですが、まず前回のご議論もあってですね、この有望地に関してかなり丁寧に見直しをするということになったということはとてもいいことだと私は基本的には思ってるんですけれども、で、まあ、そういういろんな議論があって、また社会からもフィードバックがあってですね、変えるというのは決して悪いことではなくて、むしろいいことではあるんですが、まあ、そうであればですね、どう変わって、なぜ変わってですね、そしてどういう、こういいところがあるのかということはやっぱり最初にはっきり言っていただいた方がよくって、今日例えばこの資料1位のタイトルは有望地に関するマップの提示に向けたってなってますけど、有望地に関するマップっていう表現自体がこれまでとは修正いただいてると思うんですね。でそれは変わってですね、その変わったその心はっていうところをやっぱり最初にはっきり言っていただくとより良いのではないかなと思います。でやっぱりこの有望地ということを今まで2年間にわたってですね、全国シンポジウム2周されて、またその並行してさまざまなより小規模なもの等も含めてですね、有望地が提示されるという前提で市民の皆さんにお話ししてきたのであって、でもちろんその良くしようという意図からのものではあるけれども、ややその願意が変化する部分があるわけですので、そこはきちんとしないといけないんじゃないかなと思います。で例えば一般の方々からすると、その有望地と言わなくなるということは、有望を目指すことじゃやめちゃったのかと、安全の上のその最善を目指すというのは少し、なんか取り下げるようなことになってしまったのかとかですね、いろいろまたそのことについて皆さん思われるところがあると思うんです。で今日の資料も、例えばその何ページでしたか、これは4ページですね、4ページにあくまで一定の安全上の基準がクリアされた地点を探す努力とかって書いてあって、でこれは工学的にそういう考え方で、この施設を考えるというのは全く、まあ、その通りなんだろうと私もある程度勉強した人間としては思いますが、しかし同時に一般の皆さんの願いというのは、少しでも安全な場所に、少しでも安全な施設を作り、少しでも安全に事業していただいて、結局リスクは一番抑え込まれるのが一番であると皆さん素朴に願っておられるであって、その間をどういうふうに制度や技術や実際の運用で実現していくかというところがやっぱりポイントなわけですだと思うんですね。ですので、まあ、その意味でこのマップのこの言葉遣いが変わって、マップっていうふうにこう略称しちゃうとですね、何マップかももうそれだけではおよそわからないのであってですね、ちょっとそこのところをどうするのかなと思います。ちなみにそれで言いますと、これまではその有望地というのはいかなるものかということで、大変熱心にそういうその説明するような活動、理解活動という皆さん呼ばれるものをされたわけですが、今回この提示の前後で同じようなことをそのされるような予定があるのかどうかということについても、ご計画の範囲で教えていただければと思います。でそれからその後なんですけども、そういう今後のことについて語るときには、今荒野委員からもありましたように、この対話のプロセスを説明するだけではなくて、より全体としてこの施設を作って処分していくということ全体についてですね、政府やニューモにおいてどういう見通しを持って、どのぐらいの時間フレームでどういう段階を踏み、
やっていくのかということをやはりある程度お示しいただく必要があり、またそういうことが一目瞭然となるようなやはり声のようなものがあるのが一番良いのではないかなと思います。で、当然そうするとこれまでたくさん議論してきたことですが、そのいわゆる撤退権と呼ばれるようなものはどのようにその整理されて制度化されるのかということでありますとか、可逆性、回収可能性、これ基本方針の改定の時も入ってるわけですけども、実際にどういうふうにその具現化されるのかとかですね、代替技術開発っていうのも入りましたけれども、それもこう絵の中にどういうふうに表現されるような形で進むのかとかですね、使用済み燃料の管理っていうのも一緒にちゃんとやっていくんだっていうことも前に入りましたが、今般その文殊の廃炉等もあってですね、サイクル政策どういう見直しがあって、そのことは使用済み燃料の管理にどういうふうに関係してくるのかとかですね、そういうこともすべて整理してこういうつもりでやっていくんですということをお示しするべき段階に来ていて、それなしで対話をこう進めますというだけだと、対話は手段なんであって、皆さんが進めていく上では対話そのものが目的ではないはずなので、対話することはもちろん大変それ自体意義深いことではありますけど、一般論としてはですね、でもこれはこのことをまさに皆さんの言い方だと問題解決をしていくためにやるということなんでしょうから、ではどのような解決を考えているのかということをその考えていただき、でそれがその場合にはですね、そのやっぱり必要性と安全性を語るだけでは不十分なんであって、なるほどそうやるのはもっともなことでですね、それだったら納得できると思ってもらえるようなその一定の道理性みたいなものをやはり備えることが必要なんであって、今後その対話ですとか候補されるときにはそういう部分もですね、必要だということを言うのと安全だということを言うだけではなくて、そうすることがなぜその本当に良いことなのかというようなあたりをですね、丁寧に考えていただく必要がありますし、それが政府や入門にとってこううまくいくのがいいということと、世の中全体にとってどうするのがいいのかということは重なり合いつつも、時にはその食い違いだから修正しないといけないとか、そのために対話しているわけですから、そのあたりは気をつけていただきたいと思います。それからこの社会科学の研究について、私も社会科学の研究者ですので、ちょっと利益相反みたいなところあってお話しにくい面もあるのですが、ごくごく一般論として申し上げますと、この研究の自立性の確保のために独立した委員会で、そのテーマの採択であるとか、その資金の分配みたいなことをお考えになっているというのは大変素晴らしいことだと感じますが、同時にこのテーマの例のところで挙げられているようなものは、ややちょっとその具体的で短期的にその入門や国にとっての課題解決というふうにそれこそなっていてですね、そういうことを考えることはいいことですけれども、私の感覚でこうしたことは本来それら機関の中において政策や事業を考える上で検討され、答えが出されるべきものであったり、あるいは通常の委託研究のような形で非常にその時間を区切って目的をはっきりさせて調べてもらうということにつながるものが多いのかなと思います。社会科学研究ということでやる、学術的にやるのであれば、むしろ社会科学の研究者から見てこの問題に関してどういう論点が重要で、何について研究すべきかということはもっと広く考えていいはずですし、増田委員が出されたあの地方消滅という5本ありますけれども、ああいったように今後その社会の大きな変化も想定されているところでありまして、この事業期間が長い事業がそういう中で統一づけられていくのかとかっていったら、そういう次元での研究というのもあって良いのではないかなと感じます。で、以上これ政府の資料についてでして、でこの入門のものにつきましては、私も先ほど来皆さんいろいろな言い方で指摘されているところでもありますけれども、また先ほど申し上げたことともかか重なりますが、対話の改善のために対話から得たものを反映するだけではなくてですね、その事業ですとか入門の運営ですとか、そういうことにこの対話で得たものをどう反映されているのかというところも合わせて聞きたいなというふうに思います。それが対話のアドバンテージなんであって、対話のそのものをインプルーブすることはいいことではありますが、これもまたそれが最終目標ではないと思います。それから栃山先生の資料につきましては、この地震津波等のことが挙げられておりまして、確かにこれは今後そのマップ提示になりましたら、皆さんからお問い合わせやご質問ご疑問があろうかと思う、私もそのように思いますけれども、その時にやっぱりこの工学的に対処できるというような言い方は、それはもちろん根拠があっておっしゃっていることだというのはご専門の立場としては理解しますが、一方でやっぱり原子力の安全については本当に大丈夫なのかというその心配というのが世の中にたくさんあるところなのでもあって、その大丈夫ですという言い方をなさるのは
気をつけられた方が良いのではないかなと思います。例えばこの坑道の入り口を高いところに設置すれば処分場の中にその水が入ってくるのは防げるというのはその通りだと思いますけれども、しかし同時にじゃあ港から陸揚げして輸送している最中にそういう事象が発生した時にはどうなのかとかというのはまた当然別な検討になることなんであって、あまりその不用意に、こう単純化してこういうふうにやれるから大丈夫というふうに言うことは、まあ、かえってどうかなと思います。それから最後のページのこの補足というところは、優れて、社会科学的という以上にその価値に関わる問題を論じておられて、こういう意見は私は非常に尊重したいと思いますが、これが技術ワーキングの検討の状況とか検討の結果なのかどうかということについてはちょっとどうなのかなと思いますので、ちょっと補足してご説明いただければというふうに思います。でそれからこれマップを提示しますと、当然社会の中でいろいろな議論が起こってくることにはなろうかと思いますけれども、それは何かこうあたかもボールは社会の側の方に投げられたのであとはそちらの問題ですというふうになってしまってはちょっと具合が悪いんであって、まあ、引き続きこの問題について責任を持って対処していくのは NUMO であったり、政府であったり、あるいは電力事業者の皆さんも協力されるのかもしれませんが、そのことには何ら変わりはないということは確認していただいた方が良いのではないかなと思います。すいません、長くなりました。以上です。すいません、ほぼ全員手が上がりまして、いろいろお出しいただきましたので少しまとめたいと思いますので、増田委員までご発言いただいた後にちょっと、まとめ、あとお三方はまたその後ということでお願いいたしたいと思います。増田委員、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まず事務局NUMOの方のご説明あるいは資料を拝見しまして、おおむねこういうことかなというふうに思っております。でその上で今聚楽院が最後にお話になったこととも関連しますが、特にマップを提示いたしますと住民の皆さん方やその他の方なども自治体の首長さんや議会の方にですね、まあ、いろいろあれはどういうことなのかということを多分問い合わせもいくと思いますし、いろいろな人が行かれるということが考えられますが、自治体にその何らかのこう新たな判断をお願いするようなものではないといったようなですね、あるいは言葉を変えると能動的なものを求めていることではないという、まあ、そういうメッセージをきちんと伝えておくことが、必要ではないか、まあ、相手に言うとNUMOや国が各地域でその後説明会を開催することを、まあ、静かに見守っておいてほしいというようなことではないかと思いますので、そのことをマップの提示の前にきちんと伝えておく必要があるのではないかということが1点目です。それからその、まあ、マップを提示してから文献調査までたどり着くというその間だいぶ長い時間がかかると思いますし、さまざまなことが予想されますので、まあ、これはこれまでもいろいろ議論ありましたが、地域の状況や反応を見ながらその都度地域の皆さん方と一緒に NUMOなりが主体になって具体化をしていく話だと思います。まあ、そこは、その都度考えるとこういう、まあ、姿勢で、よろしいのではないかというふうに思います。それから土地山先生の方で、ご説明がいろいろございました。で地域や自治体の目線に立ってできるだけ丁寧に見ていこう、あるいはその後丁寧に見て来られたと、まあ、こういうふうに私は理解をいたしました。それでページの4ページ資料のですねページの4ページなどに書いてございますが、そのシンプルな言葉よりも、より丁寧にそして科学的に言えること言えないことを忠実に言葉としてワードとしても使っていこうと、まあ、こういうお考えのように私は理解をしまして、そのことに賛成であります。適性が低い
適性がある、より適性が高いということを、まあ、一つの例えばということで、そこで例示をしていただいておりますけれども、できるだけ科学的に言えること言えないことを忠実にということでお考えになった言葉かというふうに思います。これで決まりということでは決してないと思いますが、より議論を深めていただいて、そしてより、科学的に言えること言えないことを忠実に表現していこうという、その姿勢でやっていくということが肝要だと思います。で、マッピング、マップの提示からもですね、大変その後長い道のりが考えられますので、一番最初のところでボタンをかけ違わないという、そういう姿勢でいくべきであろうというふうに思います。それからあと、まあ、全体に通じてなんですが、要はその適性があるということ、従来の表現ですと適性があるという表現になりますが、まあ、その中にも、その範囲の中にも実は地層処分に適さない地点というのがあるわけですし、あるだろうと思います。これはもう本当にやってみないとわからないんですが、まあ、そういうことだと思いますし、適性が低いというところにも実は地層処分可能なところも出てくると、まあ、こういう全体感だと思いますので、まあ、要は科学的に 100% 保証できるというものではなくて、まあ、あくまでもこう可能性の中でこう道を探っていく。ただしその可能性の中でできるだけ可能性の高い道を選ぶという観点から、まあ、いろいろ我々整理をしているわけですし、まあ、栃山先生の方の、技術ワーキングの方でもそういう形でこれまでも整理してこられたんだと理解しております。まあ、そういう整理をですね、今後も維持していただいた上で、最後に繰り返しになりますが、丁寧さ、それから、科学的に言えること言えないことを忠実にきちんと表現していこうというその姿勢に賛成でございますので、まあ、そういうことで、取り組んでいただきたい、まあ、このように理解をしております。どうもありがとうございました。かなりいろいろお出しいただいたので、ご発言お三方残っておられますが、まずはここで少しまとめて、事務局から、それから入門からですね、今までのご指摘について、ご回答等を頂戴したいと思います。それではまず事務局からお願いします。はい、たくさんのご意見ありがとうございました。非常にたくさんいただきましたので、特にご意見重複したところを中心に考え方お話しさせていただきます。もし漏れがありましたら2ラウンド目の後に補足をしたいと思いますのでご指摘をください。まず今回の議論の経緯ですね、そのことについて の正確な理解ということでご指摘がありました。今回マップというふうにこの議論上、まあ、便宜的に簡略化して申し上げたことにもご指摘をいただきました。そのことに関して2点ほど申し上げたいと思いますが、まず科学的有望地という表現そのものをですね、見直した方がいいのではないかというご指摘、これについてはこのワーキングでも、まあ、過去2年の議論の中でも、まあ、複数回頂戴をしてきたところでございます。これは皆様のご記憶に明確にあられると思いますが、それに加えてそのことについて伴う、まあ、一種の誤解についてですね、さまざまな対話の中で解消していこうという努力をしてきたこともご理解いただいていると思います。ただそれにしても、まあ、この2年の経過を経てですね、これは適切に見直した方がいいだろうということで、前回のこのワーキンググループではですね、皆様のご意見もあり、まあ、事務局からもそのような考えを示させていただいたということでございまして、これを見直すということ自身はこのワーキングで確認をされたこと、つまり同じことをやっていくんだけれども積極的にそのフレーズを使っていくことはないだろうという意味においてのコンセンサスは、取れていたというふうに認識をしています。これが1点でございます。それから
どうして略称にマップという言葉を今現在使っているかということでございますが、これは栃山委員が委員長を務められている技術ワーキンググループの方で、この今回お示ししたいのはですね、どこがある種世の中でいうところの適地かということを示したいということよりはですね、その日本の全国のその、ここで言っているところの科学的なですね、特性をしっかりと理解してほしいのだと。地層処分というのはどういうもので、どういうことがそれに関係してきて、科学的には日本全体を俯瞰したときにどういうことが言えるのかということをしっかりとその伝えたいのだと。そういう意味で地図全体に目が行くようにしてほしいと、そういうことが前々回とご報告があったと承知をしております。でそうしたことも踏まえて、でそのことの指針を受けてですね、このワーキングでも適切な表現の見直しをし、地図全体、マップ全体に目が行くようにしていくことが大事だというような確認は10月の時点でしたわけでございます。これがご紹介したい2点目でございますが、そうした経緯を踏まえて現時点では議論上の便宜としてはマップという言い方をさせていただいているということ、これはまず申し上げたいということでございます。それから2点目、エネルギー政策全体の中でこの問題を語っていくことの重要性ということを複数の方からご指摘をいただきました。それはその通りだと認識をしております。これは全体があって各論があってということで、全体論だけを議論しても各論が進まないということではありますので、常に行きつ戻りつだということでございますし、そのようにご指摘もいただいてきましたけれども、引き続き心に留めてやっていきたいと思います。それから3点目ですね、これは時間軸、それからスタートだというようなご指摘に関することについて一言だけ、まずこれはあくまでも通過点であって、むしろこれによって国民議論のスタートを切りたいんだというようなことだと理解をしていると。それから提示をチャンス、そうした意味での高まり、議論の高まりのチャンスにすべきだというようなご指摘いただきました。その通りだと思っています。従いまして、そういう長い道のりの中の最初の一歩だという言い方もしてきてますが、そのことについてきちんとしたコミュニケーションをあらかじめしていきたいというふうに思います。それは自治体との関係でも大事なことだというご指摘もいただきました。その通りだと思っております。そうした中で検討状況を逐次ご紹介しながら行きつ戻りつ進んでいくことが大事だという話がありまして、そのことにも関係しますが、時間軸をですね、あらかじめ区切って示していくことのですね、難しさというものがこの問題にはどうしてもあるなというふうに思います。振り返りますと、この2年でもですね、その当初こちらで議論したことを世の中に話していけばですね、想定したことも想定しなかったことも反応としてはあるわけでございまして、それを踏まえて新しいその取り組みに生かしていくということをさせていただいてきました。この後このマップを作る段になっても、それから提示していく段になっても同じようなことがあろうかと思いますので、そうしたことでもちろんイニシアチブを取ってやっていくということは大事なことでありますけれども、常に国民の皆さん、地域の方々の反応を見ながら進んでいきたいというふうに考えております。以上大きなところで3点申し上げました。まだ細かなところあったかもしれませんけれども、取りこぼしあればご指摘をいただければと思います。ありがとうございます。それでは若干ニューモにも、ご質問ございましたので、それについて簡単に、ご説明頂戴したい。
それではいくつかございましたが、特に今の対話活動計画をどういうふうに考えていくんだ、あるいは具体的なものは今示せないのかというご発言がございました。それにつきましては今まさに策定中でございまして、今各委員からご指摘を頂戴しましたようなことをですね、しっかり心に留めて、策定計画、対話計画、活動計画に反映していくということで、まとめてさせていただきたいと存じます。それともう一点、特に次郎委員からございました、いわゆる対話の中でですね、得たことをどのように組織運営あるいは組織の中で、反映しているんだというご指摘ございました。これにつきましても私ども全国各地で、まさにこの対話をしておりますとですね、私どもは気づかなかったこと、あるいは私どもお知り合いこと多々ございまして、それに対しまして職員のですね、そもそも入門の職員がその対話のスペシャリストでもございませんし、あるいはこの問題のスペシャリストでもありません。そういった中でですね、そういった貴重なご意見を頂戴しまして、基本的なファシリテ能力、あるいはリテラシー、あるいは、対話を作っていく力というところもですね、研修に反映したり、あるいはそれをもってまた新たな対話活動に出ていくというふうなことも当然PDC を繰り返しながらやっておるということはですね、注意して、組織の方にも反映しておるということは申し上げさせていただきます。以上2点ほど、はい。それではちなみに最後にちょっと全体ご発言いただきまして、じゃあ残っていらっしゃいます伊藤委員、山崎委員、吉田委員の順番でご発言頂戴して、その上で何かさらにどうしてもということであれば時間が参っておりますので、本当にお一方二方という形でお願いしたいと思います。それでは伊藤委員から。はい、ありがとうございました。全体としてですね、このマップの提示がどういう意味を持つのか、またその前後での対話の重要性ということを改めて確認するというようなことであったと思います。でまずその栃山先生のですね、技術ワーキングに関するご報告で、資料3の4ページのところですけれども、特に上から3つ目の黒丸のところでですね、適性が、この適性が低い高いというのはまたいろいろ適性が低いあるっていうのはいろいろまた表現ぶりは検討するということなんですけれども、適性が低いと範囲と、整理した範囲でも地層処分に適した時点を確保できる可能性がある、逆にですね、適性が あるというところでも適さないところが出てくる可能性があるということが示されておりまして、このご指摘は非常に大きな意味を持っていると個人的には考えております。特にそのマップ自体がですね、もちろん一定の絞り込みではありますし、情報の集約という点では大きな意味を持つわけですけれども、それがどういう位置づけになっているのかということを、一般の方にもご理解いただく、ご理解をいただくという面でも非常に重要なご指摘でありまして、その後当ワーキングでもご確認いただきたいというご趣旨のことが書かれておりますので、この辺非常に重要な点で、議論していく必要がであるんだろうと思っています。でそれを踏まえますとですね、入門のご報告に関してですけれども、入門のですね、資料のスライドの3ページのところに、上の地域ごとのきめ細やかな対話活動の展開というところの3つ目のところでですね、マップ上のそのより適性が高い地域で重点的な対話活動を展開してまいりますという表現がございます。でこれ自体はですね、もちろん理解できるところなんですけれども、ただ今後そのマップが提示された上でですね、その適性が低いあるいはあるというような形で出たところとですね、実際にその対話活動を展開していく上では、そのより適性が高い地域だけでですね、その議論が完結するというわけでは当然ないということだと思いますので、仮にその適性が
表現ぶりはまた別として適性が低いとされた地域でもその全体のですね国民の理解を得るため その対話活動というものの意義というのはもちろんあると思いますので、その点についてもですねぜひご配慮いただきたいというのが一つです。でそれから同時にですねその入門のこの資料に関してですけれども、同じその3ページ目のですねところで一番最後の矢印のところでですね、できれば複数の自治体で同時期に文献調査を行っていくという表現がございます。でこれ、まあ、このこと自体をですね私別に否定するわけではないんですけれども、ここで自治体という言葉が出てまいりましてですね、これは先ほどの増田委員のご指摘とも関係するわけですけれども、おそらくこの自治体の当事者としてはですねちょっとぎょっとするといいますかですね、少し驚きを持って受け止められる可能性があるかもしれません。このマップの提示自体がその自治体の関係者の方にどういう意味があるのかということを丁寧にご理解、ご説明してご理解いただくということも踏まえますとですね少しちょっと表現ぶりに関してもう少しご配慮いただければというふうに考えております。以上です。それでは山崎にお願いします。はい、ありがとうございます。山崎です。私の意見はですね栃山先生が今日資料を出されまして、特に一番最後の5番目ですね、これはワーキンググループで出たわけではなくて栃山先生今回出されたんだろうと思いますけども、イメージをよくまとめておられて私非常にこの文章に感激感動しました。要するに今回のマップっていうのは決して前から申し上げてますけども絞り込むものではないんですね。日本全体の中でのやっぱり適正な地域があるんだということを、示すことが、目的というか示すことを目的なんですね。でその後で、実際に対話活動と広げようということなんですけども、この対話活動一体何をするかということはこの、もちろんマップに示したことがこれはもう技術ワーキングで、地球科学的な情報をもとにですね、作ったものですけども、先ほどリスクの議論もちょっとありましたが、リスクってのはいろんなリスクがあります。ですからそれはもちろん社会的なリスクとかエネルギー問題のリスクとかいろんなリスクがあって、でもちろんその地球科学的な情報で、都合のいいところ悪いところってあるわけですけども、そういうものを合わせた上でこれは地域的な地域というか各国民がですね、こういうずっと自分のそのいろんなリスクをもとに本当にこの廃棄物の問題っていうのを検討していただいて、それで理解していただくと、そういうことが一番私は重要で、それが目的ではないかなと。でそういうことを踏まえた上でそれぞれの地域とか、全国的なそういう地域で議論が展開されればですね、この廃棄物処分の理解というのはすごく進むわけで、そうやってもちろん先ほどおっしゃったようにその中でその相対的ないろんなリスクの、低いところ高いところあるいはそういうことは出てくると思うんで、そういうことが一番このマップとして必要なことが意義ではないかなと思っております。でこれは今回この、栃山先生のご意見をサポートするということです。はい、以上です。はい、それでは、はい、よし、はい、すいません、私も技術ワーキンググループの、一メンバーとしまして、この科学的有望地って今これまで言われているものに関してのその技術ワーキンググループでの検討部分から、補足って言ったらあれですが、お話したいと思いますけど、まずやっぱりこの科学的有望地という言葉で これまでいろいろなところで地域対話とかコミュニケーションをさせていただいたときに、やっぱりその、皆さんが、その思われているイメージっていうのは何だったかというと、その最適値をこう提示するかのような、そういう部分がやっぱりどうしても あったかというふうに思っています。それは、そういう技術的な検討を行ってきた、ある種のこう反省も踏まえてということなんですが、これがその会話、いわゆるそのまずはそのスタートなんですよという話をしても、最後に何か質問がありませんかという話になると、でそれで有望地はどこなんですかという、そういう こう言葉にやっぱりこうなってしまうという、そこの、コミュニケーションの難しさというものを考えつつ、やっぱりこうちょっとその言葉の持つ重みといいますか、
がやっぱり大事なんだなっていうのは思った次第です。まあ、そういうのをこう思いつつですね、この技術ワーキンググループで何を検討してきたのかと、追加で検討してきたのかということも踏まえて思いますに、要はその技術ワーキンググループっていうのは、その地層処分におけるその地質科学的な観点からの要件の抽出と、その要件の技術的な妥当性を確認してきたというのが趣旨であって、判断をしたわけではないということですね。判断というのは何かというと、もうそれでもってさも、この地域はその地層処分にも丸的ですよっていうような判断をしたわけではない。もちろん技術ワーキンググループの中ではそれまでの経験に議論においてはですね、そういうことが本当に地質科学的な条件だけで要件を抽出するときに判断できるのかどうかっていう議論もあったというふうには認識しています。 ですがそれはやっぱり安全評価だとかいろいろな観点も加味した上での判断であるべきであって、判断はできない、抽出はできるっていう、そこの部分が、その科学的有望値との言葉との乖離といいますか、そこにちょっと、なってしまったのかなというのは、反省を含まれた上である、それが、それを技術的ワーキンググループの各メンバーの共有として、今回 その栃山委員の、前半の、部分という形でメモとしてなっているという、そういう、認識を私もしてますし、これについては、そういう状況ですということを皆さんに私も補足としてお伝えしたいというふうに思っています。そういう意味で栃山先生の、4ページのところにありますが、技術ワーキンググループでは科学的有望値の提示ではなく 地域の科学的な特性の提示という、そういう表現になっていますが、あえてこれももうちょっと性格を期して言うんであれば、地層処分における地域の地質科学的な特性の提示であって、それ以上でもない、それ以下でもないっていう、それを皆さんに理解していただいた上で議論のスタートにしたいと、そういう認識にあるということです。もちろんこのまたワーキンググループでの議論、いただいたコメントを私なりにも理解して、また技術ワーキンググループでもありますので、そこでは、議論に活用させていただきたいというのは思ってます。以上です。それではいくつかはい、いくつかいただきました。ごめんなさい。全体としてはですね、受諾委員からその津波のところの書き方についてご指摘あったんですけども、これも実は今回のそのワーディングの問題でですね、いろいろありまして、最後はそのいろいろな形で判断という形になるんですけれども、実際に科学でできることは判断ではなくて、それまでの程度をある程度このぐらいですよということを示すことまではできても判断はできない。しかしその最後に示さなきゃいけないような判断になってしまっているわけですね。でそこのところでその言葉のいろんな意味の誤解が生じてしまうということが特にございます。でここにも非常に簡単に書いてございまして、その十分に可能であるという言葉はですね、実際の中身はもう少しあるんですけれども、こういうふうに書いてしまうとやはりその受諾委員がおっしゃったような誤解につながると。それから適地の話もそうですし、科学的有望値という話もそうです。で我々地層処分技術ワーキングでやったことの内容というのは、先ほど技術ワーキングの委員の先生方から皆さんご指摘いただいたように、あくまでもそのこういう場所ならできますというような場所の日本の地質環境を示しただけの話であって、その地域をあるランク付けしようとしたものではないんですね。でところがどうしてもその受け取る側は地域をランク付けしてこれからやっていこうとしてるんでしょうというふうに受け取られると。でそれは違いますよ。で我々はこういう場所ならできるんですよと言って、その十分に安全にできると。で先ほどの私 そのマップの提示の意義のところで少し申し上げましたけれども、その実際には十分に安全できる仕事ですと。でこれがうまくいけば
今そのいろんなところで環境で生活をされている人々ですね、現在将来の人々全部安全になりますよということに、そういう公共事業として廃棄物の問題を解決しようとしているんですという形でやろうとしているということを示そうとしているわけです。でところが、まあ、皆さんはそのどうしても自分のそばから遠くへ行けばいいんだということでどこかに持っていこうとしているんだという格好で物事を解決しようとしていると。でそれはその廃棄物の押し付け合いのような格好になって物を解決しようとしているんでしょうという受け取り方をされるわけですね。で、これは全くその廃棄物をどこかに持っていくという話とそれから廃棄物の問題をちゃんと解決して、今の生活環境から隔離して閉じ込めておくということと全く違うことなんですが、それが誤解されてしまっているということですので、その地層処分の考え方そのものを理解していただいて協力していただきたいと。でどこかに協力していただきたいんだという、それをその理解してもらうためのこのそのためのそのマップの提示ということですので、それをきちんと説明しながらやらないとなかなかあのこういう誤解っていうのはあのどうしても超えられない部分ができてしまうというのではないかと思います。で、いくつかご指摘いただきましたが、あの内容的にはそこのところで我々いろいろ苦しんでいるんだということでございますので、それからその万員から少しその、見直した結果分かりにくくなっているということもございました。で、あのこれはどうしてもですね、先ほども言ったように非常に簡単な言葉で言ってしまうことによって逆に誤解が生じてしまうと。で、非常に簡単な言葉で言ってたときは分かったと思ってしまうということがございます。で、分かったというのはその実は内容じゃなくてですね、誤解されたま、誤解したまま分かったと思ってしまうことがたくさんあるということなんですね。でそれがその非常に、いろんなところで問題を引き起こすということがございます。で、特に我々技術ワーキングで検討したのはあのそこでございまして、できるだけその、科学で分かっていることをその範囲で伝えたいという中で、この少し分かり言葉としては分かりにくくなったかもしれないですけど、分かりにくくなった分は分かりにくいじゃないかと思ってその内容をきちんと考えていただくということにつながるんではないかなと思ってこういうふうにしたという次第でございます。以上です。ありがとうございます。あのどうしてもちょっと時間がありますが、多少あの事務局の説明も少しあの端折ったところもございますが、どうしても何か追加でというのがあれば一言だけ、じゃあ他いらっしゃいませんか。じゃああの受楽院だけ一言。はい、すみません、一言だけ。あのご回答はあの次回の場で構いませんけれども、まあ、今日伺ってますと、この今般のこのマップはとにかくその絞り込むものではないのだと、広く考えていただくことに主眼があるのだということを強調されるご説明あって、まあ、それはそれで筋は通っているとは思いますが、そもそもの議論はあのなぜここかというご質問に答えられないので、科学的にその適したところを示してほしいと。中間取りまとめを見ましても、あの地層が安定しており処分に最適であることを理由にすべきで、地元の関心を理由にしないでほしいとかいうご意見があったので有望地みたいなことを考えるというところからスタートし、そしてこの基本方針の中にも科学的により適性が高いと考えられる地域という表現になっているので、直すことは別に私は全く反対しないのですけれども、そういうその従来積み上げてきたものがどの、 あのレベルで変わるのか変わらないのか、これ例えばそういう基本方針次回の時に反映する前提でもうこれ進んでいくとかそういうことなのかとか、去年受けたあの NEA のレビューはもう一回やるのかとかですね、あのそういうことも含めて考えていただきたいと思います。それから複数地域とか複数自治体というのはさっき伊藤先生からもありましたけれども、これもちょっと去年まで の、 あの一般の方に対するご説明の中では必ずしもはっきり資料等にはなかったというのをさっきちょっと見ましたので、今回出てきて別にそういう考え方もこれもあって全く構わないとは思いますが、あのどういう経緯でどういうご存念で出てきたのかというのを次回よりはっきりご説明いただければと思います。以上です。事務局まとめで、はい、事務局まとめあの、今の点あの受楽院からのまた次回あのと思いますけれども、従来からコロワーキングで議論してきたことの方針なり考え方がですね、変わったということではないと理解をしています。これは科学的に言えることは示していくということがこの話を前進させることになるのではないかと
という考え方でですね、相対的にそのより良いところがあればそれを示していこう、その科学の考え方を示していこうということでございまして、今まで議論してきたこともまさにその通りだと思っています。それをどのような言葉で伝えていくことがより忠実に伝わるのかということについては、これまでのそのまさに国民の方々とのコミュニケーションの実績を踏まえて適切に見直しをしているということであると理解をしています。で、その科学によってのみではその場所が決まるものではないということは、この検討の前からある意味関係者の間では共有されていたことであり、それが改めて議論の結果確認をされ、そのことを伝えていくことの重要性も再確認されたという理解をしております。この点次回改めてと思います。複数のところということは、これは実は閣僚会議で複数地点にという話をしたことがすでにございます。そのことをハイライトしてきたかどうかということについては、つどつどの濃淡があったかと思いますけれども、初出でないということだけはこのタイミングで、言及させていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。時間になりまして、ですね、マップの提示の意味合いや提示後の進め方につきまして、基本的にはご了解いただいたと思います。ただ、受諾委員ご指摘のように、これまでの経緯の説明の仕方であるとか、さまざまな細かな表現、いろいろとご提示いただきました。この辺は事務局や入務の方で、検討の上、うまく中身に取り入れていただきたいというふうに思っています。また地層処分ワーキンググループにおかれましては、本日出された意見も踏まえまして、さらに検討を続けていただきたいと思います。検討が進みましたら、また改めてご報告をお願いしたいというふうにも思います。よろしくお願いいたします。それでは最後に次回のワーキングの日程につきまして、事務局の方からご説明頂戴したいと思います。ありがとうございます。今委員長からお話ありましたように、技術ワーキンググループの方で議論が進展したところで改めてと思います。今日いただいたご意見も含めて再議論ということだと思います。日程調整事務的にまたその進捗見ながらやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それではこれをもちまして第30回のワーキング放射性ワーキングを閉会したいと思います。本日はご多忙のところ長時間にわたりご熱心にご議論いただきありがとうございました。どうもありがとうございます。